え皆さんこんこにちは心理カウンセラーの田健太郎と申します今日もご覧くださりありがとうございます。えー、皆さんお元気でお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、えー、まあ新型コロナ関連でちょっと嬉しいニュースをちょっと皆さんにと一緒に共有したいなというふうに思います。えー、とまあ以前からですね僕の動画をご覧いただいている方はご存知だと思うんですが、えーとですねまあ、日本、東アジアのある一部の国々では え、欧米に比べてですね、かなり感染者が、いや死者数が少なかった。で、これは何か、まあよくね、ファクター X という言葉が使われていましたが、何かっていうのはいろんな、えー、ことが、えー、推測されていたんですけれども、え、それはですね、やっぱり、 あの、もうすでに日本では集団免疫が達成されてるんじゃないかとか、えー、もう旧型のコロナウイルス、要は従来型のね、元々あった風邪のウイルスに対する T 細胞免疫がですね、新型コロナウイルスにも、えー、効いているんじゃないかとかですね、そういう話を僕もいろいろですね、いろんな専門家の先生の話を取り上げて、この可能性は非常に高いんじゃないかということを、ええー、たびたびお話をさせていただいてきましたが、 それをですね、裏付けるような、えー、発表がですね、研究のデータが理研から理化学研究所の研究チームからですね、えー、そのデータが出ました。 でこれがですね、えー、本当に僕は個人的にはですね、やっと出たかというか感じで、まあ、今までもですね、いろんなそういう、えー、と論文みたいなものが出てるとかですね、まあえー、要所要所では聞いてたんですけれども、利、え、権、ー、がですね、えー、こう大きく発表されたということがニュースになっています。えー、これはですね、非常に、えー、嬉しいニュースであるとともにですね、今までこういう、えー、理論を唱えられてきたですね、まあ、あの京都大学、 えー、大学院特定教授の上久保泰子先生とかですね大阪市立大学医学部名誉教授の井上正康先生とかもうこの方々の先生のですね理論というのは僕はもう直感でピンときてですねもうこれしかないんじゃないかというふうにずっと思っていたんですけれども素人ながらにね、えー、それをですね裏付けるような、えー、研究データが、えー、出たということでですね、えー、本当に非常に嬉しく思っております。でこれあのー まあ、理研のですね、ホームページにも、えーまあ、こう詳細がばーっとね、細かく、あの、専門的なことも含めてですね、書いてあったりとか、えー、その理研さんの YouTube でも、えー、ちょっとわかりやすくですね、図、図解を入れてですね、えー、動画にもアップされております。そして、えー、もう一個見つけたのが TBS ニュースのですね、ウェブサイトにも、えー、載っております。えー、TBS のウェブサイトには、 ファクター X 判明か新型コロナが欧米より少ないわけ、利権というタイトルで、12月9日の発表でですね、えー、記事で載っております。で、ちょっとこの説明をする前に、まあ、どういう、えー、と研究データが出たかっていうとですね、簡単に言うと、 今まで新型コロナウイルスっていうのはなぜ新型コロナウイルスかっていうかっていうと新型じゃない旧型のコロナウイルスっていうのがまあえっと普通に僕たちは共存してたわけですよねまあ普通の一般的な風邪の一種なんですけれどもえ僕たちはそのそんなに恐れるものもなくてただえ僕よくかかる風邪の一種としてえ普通に共存してたわけですねなのでえっとそのえ旧型のコロナウイルスに感染した時に僕たちは t 細胞免疫の 中の、えー、免疫の、えー、と記憶を持っている、T、キラー T 細胞がそれを判断してそれをやっつけてたわけですね、えー、免疫が働いてですね T 細胞免疫がやっつけていたわけですでその、えー、と免疫を持っている、えー、記憶免疫キラー T 細胞がですね実は新型コロナウイルスに感染してもそれを記憶が、えー、と 同じように働いて、えー、ティ、キラティ細胞が、えー、やっつけてくれている免疫を日本人の多くが持っているっていうことを、えー、研究データとして、えー、出てきたということなんですね。要はこれを交差免疫というですね、要は今までの旧来型の、えー、 コロナウイルスに対応してた免疫が新型コロナウイルスにも対応できていたっていう交差している免疫を持っている交差免疫があるということが正式に研究データとして出てきたというのが発表されているわけなんですね。でこの記事をですねちょっと読まさせていただきたいと思うんですがその前にまあたびこの図を僕使わせていただいてるんですが免疫っていうと 多くの人がですね、まあこう、メディアでもそうなんですが、抗体の話しかしないわけですね。抗体を持ってるか持ってないか。まあワクチンでもそうですよね。抗体が何ヶ月で廃れるとかですね。抗体しか、の話を、しかほとんど取り上げられないです。で だから多くの人たちが抗体を持っていると新型コロナに対応できるんだけれども抗体を持ってないと新型コロナに対する免疫が働かないっていうふうに思ってしまっている人が多いと思うんですけれども僕たちの人間の体っていうのは免疫っていうのはすごく無数のもうたくさんの機能があるわけですね自然免疫獲得免疫獲得免疫の中でもいろいろ B 細胞免疫の免疫があったり T 細胞免疫の免免疫疫 T 細胞免疫の中でもいろんな免疫があるわけですそのうちの一つがキラー T 細胞だったりするわけですよね。 で、えっ、ー、と、その、たくさんの免疫の中の一つが抗体なんですね。B 細胞免疫が作る作用の、えっ、ー、と、免疫の一つが抗体なわけで、抗体が全てではない。もう、それも一つの武器というかね、力ではあるんですけれども、抗体が全てではない。他にも、たくさんの免疫を、僕たちは免疫の機能を持っているっていうのが、まず大前提なわけですね。そして、これをわかりやすくですね、以前図にして解説させていただいたことがあるんですけれども、 免疫というのは大きく分けると2つありますよと自然免疫自然にもともと持っている免疫がありますそして2つ目に獲得免疫といって後,後天的に例えばウイルスに過去にさらされたとしたりして獲得していく免疫がありますよというふうに分けられていますよねこの獲得免疫の中でも大きく分けると細胞性免疫 タコ T 細胞免疫。T 細胞免疫の獲得免疫と、液性免疫、タコ B 細胞免疫と書いてありますが、B 細胞の作り出す免疫と、この2種類がありますよ。抗体っていうのは、こちらの液性免疫、B 細胞免疫の方が作る免疫の一つが抗体を作るわけですよね。 でえー、こちらの T 細胞免疫がのほうの、えー、細胞性免疫というのは、えー、抗体とは違う働きをして、えー、ウイルスやウイルスに感染した細胞をやっつけてくれているというわけですね。で、えー、とこのもう1年以上前からその上久保康彦先生とか井上正康先生っていうのはずっと何を訴えていたかっていうとこちらの細胞性免疫要は T 細胞の免疫が働いてこれが、えー、と日本でです 日本人では多くの人たちが新型コロナウイルスをやっつけてくれているんだだからこちらで抗体検査してそんなに抗体値が上がらなく低くても T 細胞免疫でやっつけている人が多いっていうことをずっともうそれは唱えられていたわけですねでこれはいろんなえっ、ー、と伝え方があったんですけれども井上先生がおっしゃられるには、えー、もともと 従来の旧型のコロナウイルスに僕たち日本人は昔から感染していてそしてそれによってもう T 細胞免疫が攻撃をしてやっつけていたとそういう記憶を持っているわけですよね。で今回の新型コロナウイルスも感染してもその T 細胞免疫が記憶を持っていてその新型も旧型も似ているのでこちらが働いて免疫を 持ってやっつけている人が多いので、えー、他の欧米とか、えー、他の国に比べると日本とか東アジアの一部の国々では、えー、感染者数も死者数も重症化数もかなり抑えられているのはこれのせいなんだっていうことねだから、えー、そんなに心配しなくても大丈夫だよってことをずっとおっしゃられておりました。っていうのがこの免疫の仕組みですね。 でえっ、ー、と今回利権が何を発表したかというとですねまあ、それをまさにそのままのことを、えー、ちゃんと研究データとして発表してくれたっていうのがまあわかりやすい解説になってしまうんですけれども、えー、ちょっと読んでみたいなというふうに思いますこれ TBS ニュースの記事になります日本の新型コロナウイルスの感染者数が欧米と比べて少ないとされる要因ファクター X について HLA と呼ばれる細胞の表面にある物質の種類が関係しているのではないかという研究結果を理研の研究チームがまとめました、えーね、人間にはさまざまな種類の免疫機能がありウイルスが感染した細胞を殺傷する白血球の一種キラー T 細胞もその一つです、えー、キラー T 細胞はエピトープと呼ばれるウイルスの特定の部分に反応して敵であると認識しウイルスを攻撃します 同時にウイルスを記憶して次に同じウイルスがやってきた時に速やかに反応しますえ利、ー、権では利権で風邪を引き起こす従来のコロナウイルスと新型コロナウイルスのエピトープを調べたところ極めてよく似たエピトープがあることが分かりましたさらにそのエピトープは日本人の6割近くが持つといわれる HLAA24 型によく結合することも分かりました HLA は表面のあ、細胞の表面にあって様々な種類があり免疫に深く関わっている物質です。このため HLAA24 型を持っている人は新型コロナの抗体を持っていなくても従来のコロナウイルスの記憶を持つキラー T 細胞が速やかに活性化して新型コロナウイルスを攻撃するため感染や重症化が防げたのではないかと利権では見ています。ちなみに欧米では HLA A24 2型を持っていいる人は1割割から2割だととうことです研究チームの藤井慎一郎リーダーは研究の成果について日本の感染が少ないファクター X の一部であるのは間違いないと考えている今後新たな変異株にも有効なワクチン開発などにつながる可能性があると話しています ということで書かれています。まあね、ちょっと聞き慣れない言葉、エピトープとかですね、HLA とか出てくるので、ちょっとわかりにくい部分もあるかもしれないんですが、えっ、ー、と、まあわかりやすく、まあ先ほどの説明と同じことなんですけれども、風邪を今までね、従来型の旧型のコロナウイルス、風邪を引き起こす従来のコロナウイルスと新型コロナウイルス、非常によく似たエピトープというね、そのキラー T 細胞が認識する えー、その,その細胞のウイルスの一部がですねそれが、えー、とキラー T 細胞がどちらも、えー、認識できるということが分かったということですよね。はーいなので、えー、と新型コロナの抗体を持っていなくても従来のコロナウイルスの記憶を持つキラー T 細胞が速やかに活性化して新型コロナウイルスを攻撃するため 感染や重症化が防げたのではないかというふうに、えー、書かれているわけですね。これは非常にですね、あのー、グッドニュースなんじゃないかなと、まあ、多分多くの人はこの説が多分正しいんじゃないかっていうふうにね、えー、なんとなく思っていた人も多いと思うんですけれどもそれをかなりですね裏付けるような、えー、研究データになってるんじゃないかなというふうに思います。はいえーまあ、簡単に言うと多くの人は え旧型のコロナウイルスにかかったことがあるわけですよね、まあ、僕たちは晒されてたわけですよねずっとねでその時の、えー、働いていた T 細胞免疫要は獲得免疫の一つの、えー、キラー T 細胞記憶免疫キラー T 細胞が、えー、働いてやっつけてくれてたわけですよねバ,ッバーンって攻撃それに感染したウイルスに感染した細胞をやっつける力がもう武器を持ってたっていうことですよね でそれは、えー、と感染してないと過去にかそれを使っていた人はもう今眠ってるんだけれどもそれが、えー、と旧型のコロナウイルスだけじゃなくて新型のコロナウイルスに感染した時もその眠っていた記憶免疫のキラー T 細胞がそれを発見できるっていうことなんですね発見して、えー、バーンとまたやっつける力を持っている。 っていうことが分かったという、まあ、交差免疫が働いているっていうことが、えー、研究データとして分かったということが、えー、書かれているというのが、えー、分かりやすい説明になるんじゃないかなというふうに思います。えっ、ー、とじゃああのただ免疫っていうのはまあ、完璧なものではないので当たり前ですけれども、えっ、ー、と例えば基礎疾患があったりとか病気があったりとかあと年齢とともに やっぱり弱っていくものですので当然、えー、あとは疲れてたりとかストレスが溜まっていたりとかねまあいろんな免疫力が落ちる要因っていうのはいろいろあると思うんですけどもだからそういうのですり抜けてしまうことももちろんあるだろうしだから完璧なものではないとだただ海外と比べてなぜ日本がこんなにも感染者数も死者数も少ないのかもう全然桁が違うわけですよね だからそれは何かずっとファクター、X、何か日本には日本人とか、まあ、東アジアの国々では何かそのファクター X があるんじゃないかっていうふうに言われていてそれは綺麗好きだ,だからなんじゃないかとかうーんなんか BCG じゃないかとかですねまあいろんな説がありましたよねでまあそれも、えー、と全部がどうかっていうのはわからないんですけれどもでもやっぱり一番の大きな説っていうのはやっぱりファクター X っていうのは これなんじゃないかなというふうに、えー、僕もなんとなく感じています。で、えっ、ー、と、井上正康先生がですね、ずっとおっしゃられていたのは、もともと日本人っていうのは旧型のコロナウイルスにさらされていたと。で、それで、えー、T 細胞の免疫、獲得免疫を持っている。で、それが新型コロナが感染してもまだ働いているので、それを攻撃する力があるので、日本人には、えー、重症化する人が少ない。で えともちろんそれもプラあるしプラスアルファは上久保康彦先生がおっしゃられていた説で実はもう2019年2020年の、えー、になってから新型コロナが騒がれているんですがその前2019年の12月頃からもうかなり、えー、と新型コロナウイルスのまだ強毒化する前の 新型コロナウイルスが中国から日本にたくさん入っていてもうかなりですねもう、えー、騒動になる前から、えー、入っていてもうかなりもう僕たちは晒されている人たちが多かったとでそこで、えー、免疫の強化訓練がなされて、えー、その 細胞免疫が、えー、きちんと働く人たちが増えたんじゃないかっていう説が、えー、説明をずっとしてくれていたわけですよね。で僕もその説が多分そうなんじゃないかなというふうに思っていたんですけれどもまあこれがですね、えー、多分そういうことが自分、えー、特に日本人には多いまあ日本だけじゃなくて多分東アジアの国々では,要は旧型のコロナウイルスにさらされている国ではっていうことを も言えるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、そのような、えー、研究データが出たということですね李健さんが発表してくれておりますこれは非常に嬉しいニュースですよねなのでただあのーまあ、のまえっ、ー、と免疫が弱っている人とか免疫がうまく働かない人にとってみるとですねもちろんそれは何か、えー、考えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、えー、やっぱり一番僕たちが 大事これから先ねまた、えー、第6波とか来るかもしれないですし、えー、それに備えておくことできることっていうとやっぱりきちんと免疫が働くように、えー、免疫力を高めておく生活をすると自分の体の体調を整えて、えー、笑ってですね楽しく過ごして、えー、食事に気をつけて免疫力を高めておくっていうことが、えー、大事なんじゃないかなというふうに思いますまあもともと僕たちの体にはすごい免疫の機能が備わっているということですね。そのの免疫の機能を、えー 阻害要はもともとすごい強力な免疫力を持ってるのにそれをダメにするような食生活をしてたりとか生活スタイルをしていると、えー、うまく何かあった時に働かなくなってしまうのでそれを最大限に発揮できるような、えー、ライフスタイルを心がけるっていうことが今僕たちにとって一番大事なんじゃないかなというふうに個人的には思っています。はいということで一応ねリンクをですね、えー、TBS のニュースとか利権さんのホームページ あとは、えー、YouTube の動画、理研さんのですね、動画も、えー、リンクを貼っておきますので、もし興味がある方は、ぜひご覧いただくと、えー、面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、これからですね、えー、まあ、そういう視点で、ちょっと海外との比較を見ていくと、もしあのー、まあ、新しい発見もあるんじゃないかなというふうに思います。えー、それでは、また会いましょう。バイバイ。 皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。